石川貞光は南北朝時代の武将。道の区石川氏十四代目当主。石川家光の長男。千門らの養父。十五位下、三作守。十四位下兵部大輔。夫人は二階堂甲富児の娘。父家光が死去した際は天下なんで、幼少の光栄では当主として力量不足が懸念されたため、叔父の時光が一時家督を継いだ。 失権、北条貞時の時に厳服。貞時から一時を受けて、貞光と改名。従五位した、三作守るに任じられる。兼務2年7月、北条時行が、信濃国のおうちビトはよりらに擁立され、北条氏の残党を集めて、鎌倉へ軍を進めた。おじの石川義光率いる兵は、成長親王を奉ずる足利氏の軍を助け、乱の平定に寄与する。 足利高氏は、義光の軍港を高く称し、厚くもてなした。義光は高氏に帰することとなった。建武2年12月24日、北畠秋家の配下広橋協隊員が馬場の春に、婦人して、石川を襲う構えを見せた。貞光は自ら一族と兵を率いて、これを破り、28日には軍を返して、白川城を攻めた。 白川城主の白川雄貴氏は秋家に優遇され、石川氏の古来の領地が与えられていた。県務三年、慶太は湯本に城を築いて、石川氏の領地を狙うが、貞光はこれを再び破る。逆王元年、十四に下兵部大輔に任じられる。仏門に入ってからは後年一志とこうした。子がなかったため、義光の子を、全員やしない、その長男である。 専門地を後継ぎとした。ありがとうございます。